キャナルストリート駅は、ニューヨーク市地下鉄、IND8 番街線の駅である。マンハッタンのキャナルストリートと6番街の交差点に、位置し、A 系統と E 系統が終日、C 系統が深夜を除く終日停車する。南広報部の出口専用改札口この駅は1932年9月10日に、キャナルストリート、コランドトンネル駅として開業した。 島式ホームを2面と観光線2線、急行線2線を備えた2面4線構造の駅で、ホーム有効長は約660フィートである。また、港内には急行線と観光線を転線することが可能なように、シーサスクロッシングがあり、南公線は駅の南側に、北公線は駅の北側にある。また、南公ホーム南端には、信号呼気所がある。駅は、 トライベッカと双方の境界線となっている同盟の通りの下にあり、3つのポケットパークに囲まれている。駅の1ブロック先には、コランドトンネルの入り口がある。周辺の建築物にはロフトが多いのも特徴である。駅の南側で、線路は2層に分かれ、フイラングジャンクションで交差する。これは、IND 第2路線網として、ワースストリート直下に建設される。 計画路線との分合流地点とすることを可能にするための構造である。計画された路線はワースストリートとイーストブロードウェイの下を通り、イースト側を潜ってブルックリンに入る予定であった。この計画路線のために確保されている空間はワールドトレードセンター駅発ジャマイカセンター駅行き EK 等の車内から見ることができる。この空間にはワースストリートと書かれている。 ライトストリートの階段駅の出口は以下の通りである。ありがとうございます。